はい、皆さんこんにちは。えなです。中です。エイティブログです。春です。春になりましたね。今日はタカのお兄ちゃんの車で行くんだけど、まずはガソリンを入れて。終わった？油満タンにしたけど、はい、車が超汚いから洗車です。超きれいきれいにするのが好きだからめっちゃ時間がかかるよ。洗車しましょう。あ、並んでる。並んでる。土日のあるあるだね。わあ、すごっ。ええー。渋滞してるやん。20分ぐらいかかる？そんな時間ないよ。何分経つか。いらっしゃいませ。電車に安全な。あ、ちょっと。窓開けてみる。YouTuber っぽく窓開けて洗車したらどうなるか。それはタカのお兄ちゃんが喜ばないと思うよ。何分かかった？10分。なくはないじゃん。ふーって。はい。今からふきふきスタートです。レナさんちゃんとやってますか？ちゃんとやってる。おい、何を座ってるの？まだ仕事終わってないよ。私は終わった。ブーンでジェットで。ジェットで？100円ちょうだい。今からジェットで掃除だよ。このゴミをブーンって全部。じゃあ見てあげる。やってください。はい。はい。天才だね。こっちに説明が書いてあるね。え、どういうこと？出てるんだけど。一時停止。すいません。お酢を吐く方になります。なるほど、なるほど。お札に使うところですね。そうです。あ、ありがとうございます。はい、らしいです。オッケー、じゃあやって。ああ、吸ってる吸ってる。これ押したらやばいことになる。うわ、地味。後ろもやるの？もちろん。ああ、はは。終わったね。はい。車内。やだ。やだ、もういけるかと思った、はい、今やだ掃除するのがやだ。ちゃんとやってますか？順調に進んでますか？おい、タカ終わった？終わったよ。完了ということでよろしいですか？よいしょ。疲れたね。はい、名古屋高速入り口です。この車ちゃんと加速できるの？今のが限界かな。どうどこ行きますか今日？岩倉で全国的な桜のスポット100個の中の1つ。愛知に4つあるんだけど、名古屋の鶴間公園。はい、動画行ったね。そう。ぜひ見てみてください。動画チェックしてみてください。あとは岡崎の岡崎公園。もう一つは忘れた。どこかの川。だから今日はその一つを見に行く。はい。小牧に着きましたね。あ、コンビニあるじゃん、コンビニ行こう。なんで？タピオカミルクティーが飲みたくなってた。いいよ、ここもうあれ、ここで止まって、いや、まっすぐ進んで。タピオカミルクティーが飲みたいよ。12時になるよ、並ぶよ。タピオカミルクティーが飲みたいよ。あっちにタピオカミルクティーがあるよ。欲しいから。だから見たよって、もう。リラックスしてリラックス。無駄。タピオカミルクティー買ってきたよ。あとレナの好きなお茶。ありがとう。はい、このお店。3丁目の米の屋。あ、やってる。あ、めっちゃ昭和。わ、すごっ。可愛らしい。可愛らしいね。昭和の喫茶店じゃん。の焼きそばドッグが来たよ。焼きそばドッグを食べるのめちゃめちゃ久しぶりだよ。この店超可愛らしい。めちゃめちゃ昭和の雰囲気漂う。いただきます。バナナジュースも。いい感じ。うわ、バナナ。バナナ。うん、濃厚だよね。めちゃめちゃ美味しい。バナナ。食べる。おい、小さい一口。いいよ。はい。ついてるよ。ナポリタン来たよ。昔ながらのナポリタン。どこにでもあるけど、鉄板ナポリタンは愛知県だよ。だから卵がついてるやつ。うん。うん。うん。タカが今トイレに行っちゃったから私が全部食べる。ごちそうさまでした。なんかお店のすぐ隣にここになんか広場で出店をやってる。醤油うまそう。唐揚げ。さあいらっしゃいいらっしゃい。うん、焦げが美味しいよ。今からは五条川に向かいます。すごいよ。すごいね。こんなか、いや、まず、すげえ綺麗じゃん。こりゃビールがいるな。うわ。高、うわ。いい。綺麗じゃん。うん、めっちゃ綺麗だよ。すごい。めちゃめちゃいいよ。満開。今日3月27日なんだけどピークです。まあこの動画を知って岩倉を知った人はね、来年次のシーズンでぜひ訪れてみてください。これはすごいおすすめ。鯉のぼりがあるんだけど、毎年このシーズンで新しい鯉のぼりを作って染めて、ここでなんかこう洗い流してる。この下で歩けるのがめちゃめちゃいいね。そうね。この川の近くで上に桜のアーチみたいになってるから、こういう感じで。これはいいね。これはおすすめだわ。何してるの？川の音を聞いてる。目をつぶして。目をつぶして。はい、行くよ。目をつぶ。目を閉じて、口も閉じて、川の音を聞いて、やって。はい、また戻ってきました。これ本当はもっと広いんでしょ。全部ずっと川沿いずっと桜だもんね。そう。すごっ。ということでこの動画をここで終わりにします。岩倉の五条川の花見が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。